聞いたことない面白さにこだわったカラスの演舞から何か感じていただければ幸せです。人生の4分半頂戴いたします。会場にお集まりました。こんにちは、カラーだ。こんにちは、時間帯をこの見えないところから、こんにちは、ありがとうございます。いいな、いいな。ありがとうございます。千葉県は千葉市より参りましたカリスマチームカラスと申します。これから踊らせていただきます曲名をカラスナンバー77と申します。物語は一対の狛犬が神様の気まぐれで命を授かるところから物語が始まります。狛犬たちは名前の通り踊り歌い叫びます。そして石に帰ると気がついた時、自分の名前の意味を知ります。あうん、終わりと始まりを意味する言葉です。そして最後、世界に願いを込めました。名前のある者たちが自分の名を残すために成り上がる世界、カラスナンバー77、あうんの呼吸で4分半お付き合いよろしくお願いいたします。
カラスの皆さん、ありがとうございました。とても勇ましい演舞でした。はい、それでは続きまして、クロスティオビー。